離してしまう方がいいですね。どっちかでも必ず持ってかなきゃいけませんね。よく噛み合わせの時なんかこの状態で噛み合わせって言われてこう離しちゃうと持ってなくなっちゃいますけど、やっぱ持っとった方がいいんでしょうね。でもね、こっちからこう、やっつかないとあまりいい感じじゃないんですよ。こっち側から、あ、後ろ側から、後ろからこうね、はい、こうあったら、こう直した方が、きれいに、ね、で、こうやると、触ってますよ、直ってますよ、オーバーな、あれね、なっちゃうから、あ、じゃあ、ちりんちは、見た目が。癖になっちゃうから、それはもう、この辺で覚えちゃうんだけどね。こっちからするのはどうなんですか、この下から。それでもいい。これでもいいわけですから。触った部分と直さなあかんですよね。わざと崩しに来る場合があるわけですね。そうですね。今もし崩されたんであれば、これをまたこういう形で触って戻すということですよね。でも触りになってるから。前の足をもうちょっと後ろにした方がいい。動いたらもうすぐ直さない。前、そっちが。そうなっちゃうんですよ。つけてよ。それだから速やかに早く。ジャッジがこう来る前に直っちゃうというのが大事なことですね。してからだと、あ、直してるなと。
がこうジャッジで近づいちゃいますね。近すぎる。1メーター50が前の。そこら辺で止めると見やすいです。こういう感じね。やれば多分、はい、この時によそ向いてますよね、今。え？よそ横向いてますよね、この時にやっぱこう顔がこうって向けた方がいいわけですか。そうですね、その方があの見てもらえますよね、左右がね、綺麗になるから。だから手をこっちによりはこっちでこっから、直してね、はい、で、つりっぱなしだと苦しいからだんだん顔下がるから、まっすぐ向いてたらちょっと緩めてあげれば、はい、よりは持っててですよ。よりは持ってて、はい、釣らない程度にして止まってる、あの決まってればね、はい、こう来たら、そうですね、あるいはこっち行くか、前出ちゃうかね、はい、その話を、それは必ずこう回ってこられたら、こっち回らんと、間入こっち通ることはできないですよね、この前を通ることはできないですよね。だから、あの、こうジャッジが前から、はい、来るなと思ったら、もうさっとこう、こっちですか、はい、出ちゃうんです。そう、全部、全体が見えるから。あ、それでもいいわけですか。これ前通ってもいいわけですか。前って言ってもその瞬間だけだから、はい、ずっとこっち側で持ってくと邪魔になるから、それは、はい、だからまあ普通は大体後ろ回りますよね。そうですね。それがまあまあ、まあ、なんかのタイミングでそれがこっちの方がと思った時はまあ前をパッと横切ってもいいわけですね。そうですね。それはまあ瞬間だけのあれだから、うん、全然大丈夫にならない。あ、そうですか。今度あの子がヒートがね、あの17日にどうなってるかのがありますから、うん、まあもう問題なかったらあっちの子で出よう思ってますけど、この子が、まあ、他のオス犬が反応するようならこっちの子で出ようかなと思ってるんですけどね。私が走ることはまあ多分ないんでね。あとはね、目がちょっと薄いんですよね。そうですね。だからなるべく太陽を背に向けて太陽に当てるとよく光っちゃうから、はいはい、それを考えて、あ、本当曇りはいいんだろうけどね。これね、うん、助かっちゃった。だからこう顔をこう比べたときにどうかなと思うと、この眼光がちょっと薄いのが、ジャッジによってはね、あ、これは薄いなと。もう人は2番で落とすかもかな、ね、まあ、そういうところもだけやな。あ、完璧な色っていないから。あ、もちろんそうですよ ね。だからそういう多少欠点があっても、動画が良ければ
いるわけだから。そうですね。これだけまあ不定が綺麗にできてるから。そうですね。なんかもう学べば入ってるんだから。楽しみです。この子でやった方がやりやすいかな。まあビスも入ってるけどな。ありがとうございます。今日は満足やろ君。ええことできてな。でもいい性格ですよね。まったったんで。あ、本当優しいんですよこの子ね。すごい優しくってね。あの性格は本当あのめっちゃいい子や思います。オス犬に対して厳しいんですよ。オスだと結構ね、行くんですよ、こいつ自分で。うん。まあ、どのぐらいの方がね。オスらしくてね。ええ、はい、ありがとうございます。